はい。小学校編かな。ほい。はい。どうだ。まだ190円か。京子ちゃん。えいえ。どんどん行こう。なんだこれ。何も起きねえんかよ。はい、そろそろ入学か。4月7日に入学式がありました。これで僕も小学生です。身体検査。はい。123センチ、22キロ。おや、変わったぞマップが。この黒いのは何だろうな。やめた。カード。あ、はい。目標ね。人気者低いな。所持金もね、弁償させられたからな。人気。頑張るよ。60円上がった。本屋。ああ、勉強しよう。戦争と平和。これは僕が買ったんだから僕のものだ。おや、何もなんない？憲法記念日。ほう。あ、ステーキ。アイテム。おっと、なるほど、コマンドってこんなにあんのか。就職しようか。いやー、さっぱりわかんねえ。国税専門監査用試験。じゃあ国税専門官採用試験か。うわ、すげえな資格。いいわ、いらん。クラブに入ろう。入るクラブがない。結婚しよう。焦るな焦るな、トランキーロ。使えないや。まだ僕は小学生だもんな。早すぎるよ、考え直そう。賢いな。せめて大学生にならなきゃ。へえ。恋人はいません。うるせえな。焦らずに頑張ろう。わかった。アイテムを使うのはできないか。戦争と平和読みたかったのに。まあいいでしょう。はい。はい。おお、サンキュー。7歳。去年は誰も祝ってくれなかったからな。ひょっこちゃん。1,2,3,4。はい。三者祭。ボン。1,2,3。勉強しよう。国語、歴史、道徳。8時間。
あ、ワン、ツー、リトルラッキー。お、そんな上がんないな。はあ、ワン、ツー、スリー。はい、あ、出た、三角。お、よし、いいよ。起きなかった。はい、2時1分。ほら、うん、何も起きねえか。はい、へえ、リカ、うん、あの黒いマスはなんだ。あ、鼻緒が切れている。これはダメだ。ハプニング。そっか。は？お前遠くか。遊びは断るくせによ。あお、よし、水泳大会。お、ナイス。評判中。1、2、3、4。あ、お、えらい、評判上がれ。よし、評判と人気は違うんだっけ。あ、うん、運動。はい、自分に投資をしていくよ。動物園。おばあちゃん、おばあちゃんの有効度すごいな。おばあちゃん出てきてねえけど。ほい、うん、いい。スプートニック1号。うん、キョッコちゃんと遊ぶ。おっと、そっか、買い物。徳子、うん、てめえ500円返せよ。1、2、3、4、5、6。インカム、そんだけかい。長嶋茂雄が六大学野球で。はあ、まだ巨人入ってない。お、来た。小工場欲しがってた。あ、そっか、お母さんにもらったんだっけ。ええ。上は花岡。カード、買い物しない。はい、
勉強、歴史、もう1年か。あ、そんだけ。じゃあ京子ちゃん、よいっす。3、4、5、徳子、はい。まあ、500円返せよ。欲しいな。いや、勉強しよう。国語、ドーン、1。あー、遊ぶ。特語はあ、500円返すよ、お前。はい。勉強かな。芸術、文筆、歌。健康度が上がんないな。休む。おい、なるほど。3、4、5、6。お、サンキュー。ボケーとしたツラしてっけど優しいね。ちゃんとも遊んでやるか。遊んでやるかって偉そうに。遊んでいただけるのでありますか。ほい。じゃあ、あきちゃんと遊ぼう。おい。帰って酔っ払いを見た。ああいう風にはなりたくないな。プライド、プライドマイナス1だったんだな。おねだりしたから。はーい。変な子供。はい。体重増えねえな。大丈夫か。親が言う言葉だよ、それ。お母さんとの友好度。おばあちゃんの方が高いな。ほい。おう。あきちゃん。お、いいよ。またか。散歩、知名度、知名度と評判は違うか、やっぱり。さて、ハプニング連発だな。おっす。まあ、鼻緒が切れるよりはいいだろう。
鼻緒の先はリトルラッキーか。大変だ、助けなくっちゃ。えいや、犬はちいけ。どうなった？ああ、せめて運動上がれよ。1、2、3、4、5。はい。うん。はい。阿蘇山が大爆発。阿蘇山大噴火さん。勉強。道徳。道徳9時間やろ。ほい。勉強しよう。調理9時間。はい。ほい。おう。キョッコちゃん。ハプニング。うん。休もう。お。早いな。8歳からギターかよ。徳子。あー、てめえ500円返せ。お、受け取ってください。水鉄砲。精神的性別。花尾エリア行ってみるか。いや、運動だな。これマップがループしてんね。1、2、3、4、5。運動。お、びっくりした。フェンシング、とても女とは思えない仕事だった。フェンシング覚えた。フェンシングがレベル1。へえ。オリンピック出よう、フェンシングで。はい。フェンシング、えい、ドン、えい。遊ぼ。キョッコちゃん。あ、悲しい。お、生意気なガキだな。ニュース。川上哲治現役引退。へえ。休もう。
系、算数、9時間。理系低いな、ダメだな。勉強しなきゃ。ろくな大人になんない。算数、9時間。ステータス。理系文系、まあ全部100は超えたいかな。わかんないけど、どんぐらいあればいいんだろう。 OK。 インカム。1万円札が発行される。へえ。今日は空き地に行きました。蛇の皮拾う。これ後でお金入ってくるべ。いお。東京タワーが完成。1950年生まれにしといてよかったな。勉強になんな。理科9時間。いや。そんだけ。そういえば友達枠で一回も見てないやつがいね。おお、太郎と次郎。1年間放置した犬。生きてたんだ1年経って。何食ってたんだ。あ、誰だお前。種井。嬉しいな、吉光くん。秋人が三角形だろ。アキラってどんなやつだ。お前も三角やないか。お、また7000落としたやつがいいのか。お、運動121。え、高雪くん、誰だよ。顔を見せろ。はい。はい。春分の日。おお、いいよ。休む。ルックスゼロ。芸術をあげるか。
3年生。お、皇太子殿下ということは、そういうことです。え、何やんだっけ？芸術か。じゃあ、9歳の誕生日までやろう。今回は。133センチ、30キロ。30キロっつったら、米30キロと同じぐらいの重さだな。天皇誕生日。天皇様お誕生日おめでとう。陛下だろ。しない。はい。誕生日だ。おお、ケーキだ。たけしも9歳。お母さんからのプレゼント。水鉄砲。また水鉄砲もらったわ。精神的性別。文系歴史9時間99。ってな具合で、じゃあ今回は9歳です。